えー、こんにちはお問い合わせをいただきましてですね今回は公開動画でお伝えしようと思います、まあ、というのがですね、まあ、自分は YouTube の活動してるんですけども、まあ、売り上げがね毎日、まあ、500円から1000円の間でしか上がってなくって、まあ、いまいちね抜き出せないっていうところが悩みなんですってことだったんですよね、まあ、特にこの方はですね、えー、もっともっと例えば月収50万とか100万みたいなインパクトがある売り上げを まあ人にお見せしようと思って頑張ってらっしゃるんですけどもいや私ここでねこういうふうにも考えてるんですよあのネットで収入を上げる YouTube で収入を上げるって人の中で最も多いのは1円たりとも収入が上がってない人なんですよ次に多いのは例えば月収で1000円以下の人これがまた圧倒的に多いんですよね月収1万円以下の人こうなるとちょっとは少なくなるんですけどもまあそれでも多いですよ、まあ、つまりねなんとか収益家電はたどり着いた コンテンテツ販売なり広告収入なりで販売にはたどり着いたんだけどもえ毎日500円1000円とか売れてるんですかすごいですねっていうレベルになってない人が非常に多いんですよねで何が言いたいかというとたった5000円たった1000円たった500円じゃないんですよそのたったという金額ですらほとんどの人は言ってないっていう現実があるんですよね、まあ、例えば去年私は「みんなの銀行」っていうスマートフォンの銀行のアプリを紹介しました この銀行アプリは、実はですね、最初から1000円入ってるんですよ。アカウントを作るだけで。ね、でしかも、そのアカウントを作って、普通のアプリですよ。福岡フィナンシャルグループの歴史とした銀行経営やってる金融庁が、OK を出した金融機関です、ね。地方銀行とかね、大手銀行ありますけど、それと同じですからね。その銀行が、なんと、アプリを入れてくれたら1000円払いますよっていうキャンペーンを始めて、しかも、 そのアプリを搭載した方がまた別の方にね「このアプリいいよダウンロードしてみなよ」っていうふうにしたら紹介した人と紹介されてない人に1,000円ずつお配りしますよっていうそういうふうなあのモデルだったんですよね広告モデルだったんですよでこれで上限30万円まであのお支払いするんで1,000円だったら都合300人まで紹介してもずっと1,000円が入り続けるんですよねでこういうキャンペーンを聞いてどう思うかなんですよなんだたった30万かって思う人は30万すら稼げてないんじゃないですか でも、少なくとも1億2億っていう金額をたった一人で手にした私からしてみたらね、いや、30万すごいじゃんって。持ってったらね、え、1000円もらえるの絶対やるよって感じですよね。だって、どんな金額だって、1000円の積み重ねですからね。どんな大きな金額だって、100円の積み重ねであり、1円の積み重ねであり、今日の積み重ねであって、今この瞬間、1秒1秒の積み重ねなんですよ。だから、1日500円、1000円を軽んじる人は、結局ですね、 月収100万なななんてとででもないいかないですよ絶対にその1円とか10円をまたいで通る人にどうやってお金が近づい,いてくるんですかってことなんですね。まあ、ですので毎日500円にしても毎日1000円にしてもそれがコンスタントに稼げるようになったんだったらねそこにおこれすごいなっていうふうな感覚を持ってる人相手にじゃなければ私たち YouTuber の会話っていうのは成り立たないと思いますよ。 やっぱり毎日数百円とか数千円なんてバカバカしくやってらない人は一生そこで足踏みしてねもっと儲かる情報とか不労所得を追い続けてそのまんま終わっていくものだと思いますそういう人と一緒に歩いていってもしょうがないんでねえ、毎日500円いやいや毎日100円儲かるのすごいね月間でそれ3000円になるじゃんとかね3万円になるじゃんっていうふうに計算ができてじゃあそれをもっともっとボリュームアップさせるためにどうすればいいのかなっていうふうにそこから工夫をしていくってことなんですよねよく言われることなんですけども 全国、全世界に何百点、何千点あるチェーン店でも最初は一店舗から始まってるんですよ。ね、たったの一店舗から将来の保証がないのにそこからスタートアップしてるんですよね。で、どんなビジネスマンも最初に稼げるのはたった一人のお客さん、ね。営業にしても店舗にしても一番最初に来てくださったお客さん。ありがとうございますですよ。その人が来るまでに全勢力をぶち込んでやってたわけですから。 でもたった一人のお客さんが来たからといってとてもじゃないけど減価回収には至らないですよねたった一人の人がお客さんが来てね落とす金額が数千円数万円ですよでもこの最初の数千円数万円でも確実に自分のも物にできるんだなこれはすごい世界がこれから始まるんだなこの第一歩でこうなのかっていうふうに気づける人っていうのは日々500円1000円であろうともそれが日々5万円10万円になる日が相当多くないってことなんですよねはい、じゃあ全部ままとめますけども、 500円 1, 円を軽視すする人にずっと来ないですよビジネスの成功なんて。ですんで毎日500円とか毎日1000円稼げてますっていう人に「えそれはすごいじゃないか自分はまだそこまでも稼げてないんですぜひ第一歩としてそこまでの安定した収入がどうやったらできるのか教えてもらえませんか」みたいに結局ね行動できる人に対してこちらからもアクションを落とすことでしかもう先はないと思いますね。 もしね1日に500円とか1,000円とかがあのどうってことないと思うんだったらその人はその人でねもっと儲かる情報を教えてくれるようなね一撃で1億稼ぎますみたいな人の情報を探していけばいいんじゃないかなと思いますけどねはいじゃあ以上でございます。